タートしました男子 4×800m リレー、日本記録は7分23秒88、単純計算しまして1人当たり1分51秒以内で走りなければ日本記録の更新にはなりません。フィニッシュタイマーを参考に各ランナーの 800m2 周ずつの通過タイムをご覧いただきたいと思います。参考までに最初の 400m の通過、 400m は58秒、内藤君から佐藤昌司君へ渡ります。走者佐藤昌司君、 400m は58秒のペース。選手が目の前を通りましたら大きな声援をお願いいたします。バトンの方は佐藤昌司君から佐藤明憲君へ。400m の通過、57秒。
子 4×800m リレー、いよいよバトンはアンカーへと渡ります。佐藤明憲君から佐藤宗和君。400m の通過は58秒。残り 300m、 7分16秒。200m は7分31秒。ホームストレートに入ってきました。ただいま7分50秒。55秒。8分